京都に来ました。バスに乗りたいと思います。バスに乗ってどこに行くのかな。あそこに行きます。ドキ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 、今から目的地へ。もうすぐ1分、あと1分ぐらいだそうです。どっちかな、どっちやろな。あ、やばい、看板が見えてしまう。ジジ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 。京都駅に降り立ってバスに乗っていたら、なんかみんな素敵なお着物や浴衣を着ている人たちがいて、なんだろうと思って、至る所に結構レンタルの着付けもしてくれるレンタルのところがあって、なんか私も着てみたいということで着ちゃったよ、着せていただきました。しかもパポーパポーこっちかな、よいしょ。どこだろう。ちょっと待って、急に出てくるんかなこれ、急に出てくるかなこれ。ちょっと待って、どこ。あ、髪の毛の回避チラリチラリあの辺、あれだよ、多分あれだわ。柵が見えてきました。これですよ多分。見る見ますか。でんでんどん、魔女見習いを探してに出てきた木何の木だろうこれ。ここの柵を抜けてたのね。あそこは多分ドレミちゃんのお父さんと、ドレミちゃんとポップちゃんみたいな人たちが、アホーって言ったっけ言ったやつの橋かな。あ、結構忠実に再現されているって感じかな。この空じゃない、この空になんか月が笑っていたよ。魔女見習いを探してに出てくる大きな木、これ名前あったっけ結構代表的なロケ地だと思いますけれども、今日は来れてよかったです。素敵な休日になりました。お着物もおんぷちゃんカラーで来ました。ネットフリックスとかで見れるので、魔女見習いを探して、おんぷちゃんも出てますし、エンディング主題歌歌っております。よろしくお願いします。目指せ紅白、イエイ。